時刻は10時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは、沖縄市の役立つ情報を、沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは、沖縄市の提供でお送りします。 はじめに沖縄税務署より申告相談会場のお知らせです申告会場設置期間2月9日月曜日から3月16日月曜日申告相談受付時間は午前9時から午後4時まで 申告相談会場は沖縄商工会議所ホールお問い合わせは沖縄税務署、電話9380031まで次に農業者年金のお知らせです農業者年金は 国の法律に基づく農業者年金は国民年金の第1号非保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方ならどなたでも加入できます詳しい内容や加入のお申し込みはお問い合わせください 申し込みお問い合わせは、沖縄市農業委員会、電話内二2041。次に、平成26年度、コウノトリ教室、コウノトリ相談についてです。内容は、妊娠や不妊に関する知識を深め、 健康な体を目指すための教室や相談を行っています。対象は沖縄市に住所を有する男女及びその家族です。コウノトリ教室、予約が必要です。開催日は3月7日土曜日、3月14日土曜日です。 時間は午後1時30分から午後4時までです。コウノトリ相談、電話相談、来所相談は予約が必要です。開催日は毎週土曜日、ただし3月21日を除きます。時間は午前9時から午後5時です。 申し込みお問い合わせは母子未来センター。電話938-1103まで。次に、第4回コザ A ランチ選手権のお知らせです。定番の A ランチをはじめ、シーフード A ランチやベジタブル A ランチなど、 多種多様な A ランチを楽しめる A ランチ選手権を開催します。日時は2月22日日曜日午前11時から午後9時です。場所はコザ運動公園コザ新勤スタジアム前の広場です。お問い合わせは沖縄市料理飲食業組合 電話9211871お問い合わせ時間は午後1時から6時です。商工振興課電話内線3224までお問い合わせください。 次に、生き生き子育て交流会について。日時は2月26日木曜日午前10時から12時。場所は市民会館中ホール。内容は、人形劇と絵本の読み聞かせ。入幼児期の手作りおやつの紹介、試食。 他にも市内子育てサークルの活動紹介や交流、私立図書館の読んであげたい絵本紹介コーナーもあります。対象は子育て中の方ならどなたでも親,か親子で参加、大人のみの参加も可能です。定員は100人先着順,先着順です。 参加費は無料です。ただし申し込みが必要です。申し込み期間は2月2日月曜日から2月20日金曜日です。申し込みお問い合わせは、保育幼稚園課内線3132 次に地域サロン講演会地域に広がるつながりの輪内容は高齢者の安心した生活を支えるため地域サロンに取り組んでいる方々より活動報告があります元気に年を重ねるためにできることを一緒に考えてみませんか日時は2月17日火曜日 午後1時30分から4時です。受付は午後1時より開始します。場所は農民研修センター大ホールです。対象は市民または沖縄市に施設を有する団体。参加費は無料です。ただし事前の申し込みは、失礼しました。 事前の申し込みは不要です。お問い合わせは、高齢福祉課地域包括支援センター、電話内線3144。<laughs> 次に、2015年沖縄県すみれ愛好会すみれ三夜奏展が開催されます。 日時は2月28日土曜日から3月1日日曜日午前9時から午後5時までです場所は中央公民館1階展示室主催沖縄県すみれ愛好会電話番号09068576059お問い合わせは中央公民館 電話03失礼しました電話番号939-0033までお問い合わせください以上「ハイサイ沖縄シティ」このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました